はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はピクチャーインピクチャーっていう機能の紹介をしていきます。ピクチャーインピクチャーっていうのは iPad で何かの作業をしながらこういう動画の画面、動画のフレームを端っこに置いておくマルチタスクの機能のことを言います。で、今こんな感じで YouTube の画面を端っこに出しておいて、例えば違うアプリですね、Slack っていうチャットツール今開いてるんですけど、こういうメッセージをしながら動画を見るっていうようなことができるようになります。で、私がやってる iPad のオンラインサロンの中でちょっと雑談をしてた時に、YouTube のピクチャーインピクチャーができたらいいなっていうのをですね、メンバーの一人がボソって言ってたんですけど、デフォルトの YouTube のアプリではピクチャーインピクチャーできないんですね。なのでちょっと工夫が必要なので、今回はこの YouTube の画面をどうやってピクチャーインピクチャーするのかっていうのをですね、解説していく動画になります。で、これ YouTube だけじゃなくって Netflix とか他の動画サービスでもできるんですけど、結構ね、知らない人が多い、裏技みたいな機能なので、最後までね、ぜひ見ていただけると嬉しいです。で、このピクチャーインピクチャーなんですけど、基本的に Apple 純正のアプリだと、このピクチャーインピクチャーをやることができます。で、例えばこれ Apple TV って言って Apple が出してる映画とか見れるね、サービスなんですけど、例えばこれで、アラジンの、映画の予告編をちょっと見てみましょう。で、動画タップするとこんな感じで全画面表示になると思うんですけど、これの左上、ここ見てください。これがピクチャーインピクチャーのマークです。で、このピクチャーインピクチャーのマークを押すとこんな感じで端っこに動画のフレームが移動します。で、この状態で例えばホーム画面に戻ってみましょう。で、戻ってみてもまだこのフレームっていうのは画面のどこかに残っている状態ですね。これをピクチャーインピクチャーと言います。で、この状態だと例えばサファリとか立ち上げてネットブラウズしながら動画を見ることもできるし、あとは動画のメモとかしたい時とかですかね、動画を見ながらノートアプリを立ち上げてそこにメモ書きをするみたいなこともできるようになります。で、このピクチャーインピクチャーに関しては、設定画面のところに、ホーム画面と明るさっていう項目があるんですけど、その中にマルチタスクっていう項目があって、ここをタップするとピクチャーインピクチャーの項目が出てきます。で、これでオンオフ切り替えることができるので、もしピクチャーインピクチャーが効かないよっていう人は、ここのオンオフちゃんとなってるかっていうのを確かめてください。で、じゃあ次、YouTube のアプリでこれを試してみます。で、YouTube のアプリ開いて、今、アミティ先生の動画1個タップしたんですけど、こんな感じで同じように全画面表示になるんですけど、この中にピクチャーインピクチャーっていう項目はないんですね。一応、最小化っていうボタンはあるんですけど、この状態でホーム画面に戻ると、アプリごともう消えちゃうというかね、ピクチャーインピクチャーの表示にはならないんですね。で、皆さん多分 Apple TV よりも YouTube の動画を見て何か作業したいって思うことの方が多いと思うので、じゃあ今回はこれのやり方になるんですけど、今回はこの YouTube のアプリを使うのではなくて、Safari っていうブラウザーの方のアプリですね。これを使っていきます。で、アプリ開いたら新規タブを作ってください。で、新規タブに YouTube の検索をかけてもらったら、こんな感じで YouTube のデスクトップ画面の表示がされると思います。で、この時、もしデスクトップ画面の表示にならない人ですね、YouTube のアプリの方にポンって飛んでっちゃうよみたいな人は、ちょっと設定が必要なんですけど、この検索タブの A って書いてあるところを押して、一番下ですね、ウェブサイトの設定っていう項目があります。で、この中にデスクトップ用のウェブサイトを表示っていうのがですね、オンオフ切り替えれるところがあるので、ここを必ずオンにしておいてください。これオンにしないとできないので、ここはしっかり確認しておいてください。で、この状態で1個動画再生してみます。で、再生するとサファリのデスクトップ上でこんな感じで動画が再生されている状態なんですけど、ここでやることが全画面表示にします。全画面表示は右下のボタンですね。ここに全画面表示があるので、これ押すと画面全体を覆われた状態で再生されます。で、そうすると皆さん今見てください。左上にこうやってピクチャーインピクチャーの表示があると思います。で、このピクチャーインピクチャーを押すと、さっき Apple TV でやってたように、ピクチャーインピクチャーとして右下とかね、端っこに動画のフレームを置いておけるようになるということです。
これすごくないですか？結構裏技だと思うんですけど、まあ、こんな感じで、四隅に置いておくことができるのと、あとちょっと拡大とか縮小ですね、することもできます。で、左と右の隅であればこうやって格納することができるんですね。こうやってちっちゃく見えなくすることもできるし、こうやってまた引っ張り出してくると表示されます。で、これ右も同じです。で、これ上はできなかったですね。左右のみって感じです。で、例えばなんですけど、この私の YouTube 動画ですね、見てくださってる視聴者さんの中に、iPhone とか PC の画面で私の YouTube 動画を見て、で、iPad でチュートリアルでね、この絵を描いたりしてるっていう人結構多いみたいで、Twitter とか Instagram とかでね、そういう動画とか画像とか見たりするんですけど、まあ iPad1 台しか持ってない時もあるじゃないですか。で、そういう時にこのピクチャーインピクチャーで、私の YouTube 動画をどっかに立ち上げておいて、例えば今これお絵かきアプリのプロクリエイトっていうのを立ち上げてるんですけど、プロクリエイト立ち上げて動画を見ながら同じことをやるっていうようなことができるようになります。で、動画の画面はちょっとちっちゃいので見にくくなっちゃうかもしれないんですけど、まあ大きく見たいなと思ったら全画面表示のボタンをポチって押すだけで大きくなるので、まあすごくやりやすくなるんじゃないかなって思うので、ぜひ私の YouTube 動画見てチュートリアルやってくれてる人はこのやり方でやってみてください。で、これ今プロクリエイトの左右対称ツールっていうのを使ってカブトムシの絵を描いてるんですけど、私これ結構お気に入りのチュートリアルなので、ぜひまだやってない人はやってみてください。概要欄の方にリンク載っけておきます。はい、ということで今日は YouTube をピクチャーインピクチャーする方法を紹介していきました。結構知らなかった人多いと思うので、おーって思ったらですね、ぜひいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。で、今日やったやり方なんですけど、 YouTube だけじゃなくって他の、動画サービスですね、例えば Netflix とか、Hulu とかかな、他の動画サービスとかでもやることができます。で、大事なのは純正アプリですね。Apple の純正アプリで動画を開くことです。今日サファリっていうね、Apple 純正のブラウザアプリで開いたと思うんですけど、この純正アプリで開くことによってピクチャーインピクチャーができるっていう仕様になっているので、それを覚えておいてもらえると他にもね、適用できるというか応用できると思うので、ぜひやってみてください。はい、ということで、今日は終わりにしたいと思うんですけど、私の動画ですね、もう結構溜まってきてて200本300本ぐらいになってきてますね。で、最近登録してくださった皆様とかはもう私の動画が多すぎてどれから見ていいかわからないっていうね、人結構多いと思うんですけど、そういう方は、ぜひ再生リスト一回見てみてください。ここにカテゴリー別でいろいろ分けてます。ノートアプリだったりとか、イラストアプリ、あと仕事効率とか、再生リストに分けてるので、ぜひここから見ていってください。で、私ノートっていうブログ記事もやってて、そこに初心者向けの動画一覧でまとめてる記事とかも作っています。初心者の方でどの動画を見ていいかわからないっていう方は、ぜひそのブログ記事を読んでもらえるといいと思います。ノートのね、リンク概要欄に載っけておくので、ぜひそこから飛んでいってください。はい、ということで、こんな感じで iPad まみれの YouTube チャンネルになっておりますが、まだチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで、ご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。